こんにちは、コンバヤスマです。今回は、前回魔法石10個スーパーアンケートゴッドベースを引いたんですが、そちらの動画は、上のびっくりマークのピコピコンとかにおそらく出てくると思うんですが、そちらの動画ね、見てない方は次に見ていただければなというふうに思うんですが、まあ、そこでね、ちょっと、まあ、一体だけ言っちゃうんですけど、サレーネかな、サレーネだよね、引けたのでサレーネ、この子を使って今めちゃくちゃすごい経験値のやつ来てると思うんですけど、そこちょっと行ってみようかなと、はい、いうふうに思います。行きましょう。見やすくなったね。スペシャルかな、一番上ですね。一度きりの超絶経験値もあるんだけれども、上の大感謝祭一度きりの超絶経験値、これありますんで、これちょっとやっていこうかなと思います。行きましょう。これですね。でレーダーでいないかな、あれレーダーでやったと思うんだけど、今レーダーでやんなくてもいっぱい来たわ。こちら使ってね、ダンジョン潜入時リーダーの時ランク経験値が 1.8 倍の光属性の攻撃力2倍ということでやっていきましょう。挑戦します。これだよね絶対。はい、強くなります。あ、倒せないかなこれ。まあ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 、はいはい、これ倒しました。もとも10倍だからいきますよ。1の2の3の4の648万ですかね、これです。スクショ撮ろ、やば、648万は怖いな。はい、の経験値を得ることができます。ありがとうございます。サレーネ当たってよかったということで、こんなにね上がると730台でもこれだけ上がっちゃうと、これはいい。はい、まあ、ただそれだけのね動画なんですけど、めちゃくちゃね経験値今獲得できるということで、まあフレンドにサレーネだけでもね、ガネーシャ持ってたらガネーシャサレーネでもいいと思うし、まあ、でも絶対使った方がいいよねそれはね。はい、まあ、そういう子も当たるスーパーアンケートゴッドベースやっておりますの で魔法石100個ね今ログインするともらえるんで、ぜひとも引きましょうという感じだね。あとメールで感謝祭メダルかながあるので、これをもらうとちょっと、まあボックスがこれを受け取るとパンパンになっちゃうんで、ここ見れなくなっちゃうのであれなんですけど、ショップで交換できるんだよね。はい、バルキリー、アテナ、あとはおじいちゃんかな、はい、どれかしら一体交換できるんで、まあそれはちょっとねいろいろと考えて、これにしようかなあれにしようかなということで、まだ交換しない。まあ、どれかしら交換できるんで、これは絶対交換した方がいいね。新しいフェス券を1点もらえると。だから先に100個受け取って、もしバルキリーが出たらバルキリーは交換しない、アテナかおじいちゃんかで、例えば、ね、アテナとおじいちゃん出たんだったら感謝祭メダルでバルキリーを交換するとかね。だから先に100個を例えば全部使うつもりだったら100個もらって引いて、それかもう引く分全部引いて、でゲットできなかったやつどれか、それか全部ゲットできなかったら自分の好きなやつとかでいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、ってことで今回は大感謝祭超絶経験値のやつを両リーダーサレーネでやってみるとめちゃくちゃやばかったよという動画でございました。動きキャラがね当たったんでちょっと楽しくなっております。まあ新しいやっぱり強い子が出てくるとね楽しくなってくると思いますので、はい、パズラー、まあまあ言うても伸び伸びだと思いますけどね、はい、伸び伸び、はい、まあ、楽しくやっていこうかなというふうに思います。パズラーは今のところねこう上がったりゆったり上がったりって感じなので、はい、上がってきた時にバシコンとやっていこうかなというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。やばい、の前に
の前にです。の前に、ちょっと待ってね。今、ランクガチャがあったと思うんですけど、ランクガチャ、ちょっと、これね、本当はランダムで使う予定だったんだけど、ちょっとここら辺は邪魔。はい、いけるね。じゃここら辺引いちゃいましょう。500から、これリセット来てるんでね。はい、いっちゃいましょう。これは属性限、おお、カメオ、カメオ2体目かな。3体いた。はい、250。赤おでん出る方って150だったっけ、250だったっけ。赤おでん出た気がするんだよな。え、こいつ出るの。へえ。ではラスト、改めまして、はい、最後のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。2度目。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。